長年札幌駅直結の商業施設として親しまれてきたパセオ2030年度の開業を目指す北海道新幹線の札幌延伸に伴う工事の影響を受けることから来年9月30日に営業を終了することが決まりました。運営する JR 北海道グループは 当初は工事期間中、電気系統などが使えなくなるとして、数年にわたり休業する見通しを示していましたが、営業を再開させることが難しいと判断しました。今後のの施設の活用方法については未定です